マグナムは、クライスラー社の一部門である、ダッジが販売していた自動車。マグナムの名を持つモデルは2種類存在する。初代は1978年から1年間だけ、チャージャーの後継モデルとして生産されたに、ドアハードトップで、2代目は2004年から生産された、ステーションワゴンである。スタイルが大きくかけ離れた両者だが、どちらにも共通していることは、 チャージャーとプラットフォームを共有し、ハイパワーなエンジンの設定がある点である。2004年に復活したマグナムであったが、2008年に300ツーリングへ一本化、販売のかんばしくなかった北米では、マグナムの販売は終了した。また、マグナムの名は、南米ではダッチだと2ずつが割れていた。マグナムは、ナスカー参戦のために、チャージャー SE をベースに生み出されたモデルである。 1978年当時、クライスラーは、ナスカーにチャージャー SE で参戦していた。チャージャー SE は市販モデルとしては優秀であったが、そのベースは1974年から大きく変化しておらず、レースカーのベースとして鑑みた場合は、デザインなどが球体化しており、空力面などでいささか不利になる要素を含んでいた。そこでチャージャーをベースにデザインを見直し、 性能を向上させたモデルとしてマグナムが企画された。マグナムとチャージャー SE との大きな違いはフロントマスクである。マグナムはヘッドライトの透明カバーがリトラクタブルになっており、ヘッドライト点灯とともにカバーが隠れるというユニークな構造であった。このリトラクタブルの透明ヘッドライトカバーは1979年から販売されるダッチセントレジスにも採用されていた。 また、ボディデザインは空力を優先し細長いオペラウィンドウを備えており、ボディタイプは T バーかパワーサンルーフを選択できた。こうして誕生したマグナムであったが、ベースになったチャージャー自体の設計が10年以上前のもので、すでに相当球体化が進んでおり、またビッグブロック V8 エンジンの生産も終了していたことから、わずか1年でダッジミラーダに置き換えられた。 マグナムは B プラットフォームを搭載した最後のモデルであった。なお、ナスカーに投入されたマグナムはエンジントラブルなどが続いたこともあり、かんばしい成績を上げることはできなかった。初代の販売終了以来、しばらくマグナムの名は途絶えていたが、2004年に復活する。往年のスポーツカーではなく、クライスラー300と基本骨格を同じとするステーションワゴンとして開発された。 プラットフォームは300と同じく LX プラットフォームが使用されている。デザインは300と同じくラルフジル主導で行われた。なお、マグナムを名乗るのは北米のみで、他の地域では、社格が上で販売価格も高く設定できたクライスラー 300C ツーリングとして販売され、フロントフェイスとインテリアは 300C のものを利用していた。マグナムの生産は、 カナダ・オンタリオ州にある工場で行われた。ダッチとしてのステーションワゴンは1991年に販売されたコルトビスタワゴン以来のモデルであり、ビッグスリーのワゴンとしてもシボレーカプリスやビュイックロードマスター以来であった。グレード展開は当初3つで2.7リットル V6 を搭載した、ベーシックモデルの SE 3.5リットル V6 を搭載した。 ミドルレンジの SXT 5 7リットルヘミ V8 を搭載したハイパフォーマンスの RT となっていた。また2005年には300やチャージャーと同じく SRT-8 が追加され、さらにハイパフォーマンスな6 1リットルヘミ V8 を搭載し、300と同じくメルセデスベンツの5速 AT を採用したモデルとして設定された。2005年には カードライバー誌のテンベストリストを受賞している。しかし、米国市場ではすでに、ステーションワゴンの需要が下がっており、クライスラー300とは、対照的に販売は低迷した。また、クライスラー自体の経営悪化に伴い、PT クルーザーカブりを、パシフィカ、クロスファイアとともに、マグナムは再建プランの一環の車種整理の対象となり、2008年に生産を終了した。 欧州やアジア圏向けの 300C ツーリングはオーストリアで生産継続されたものの、こちらも2009年に生産終了となった。ありがとうございます。